えー、何かをするのにモチベって重要だと思うのですが、コスパのいいモチベの上げ方、維持があれば教えてください。そのなんかあの、まあ、大学受験とかであれば、例えばじゃあ、早稲田大学に行きたいとかであれば、その早稲田大学のホームページ見たりとか、なんか早稲田大学で幸せになってる人たちをなんか Facebook とかで見て、あ、こんな風になりたいな、みたいなのを持ってモチベーション上げるっていう方向と、あとその、大学に落ちてひどいことになった人を見るっていう。 そうなんか早稲田大学に行こうとしてて、なんか三浪で、その彼女もいなくて、ずっと家にこもってますみたいな。で、そういう人とかもたまに、あの、なんか YouTube とかで動画上げてたりするんですけど、なんかその、不細工な小野宮織さんが、なんか、俺、早稲田に行くんだって言いながら、あのひたすら時間を浪費しして、うんこ製造機になってるみたいなのを見ると、あ、こうなっちゃいけねえな、みたいなので、ああはなりたくないよねっていう危機感を感じて、それを避けるために勉強するっていうので、なんで、その、ゴールを持って、モチベーションを上げていくタイプと、こうなるのは嫌だって言って、 逃げ出すっていうその,そのこうなるのは嫌だっていうその怯えをハングリー精神に変えるみたいなやり方があるので人によってどっちの方があのそのそ自分をコントロールする上で使いやすいっていうのがあったりするのでまあ気に入った方を使ってみてください。